さあ、ということでここまでお届けしました、文庫本チャレンジでしたが、さあイラさん、次週は、次週はですね、これ僕の発案なんですけど、はい、本当に子供の頃大夢中になって毎週テレビにかじりついて見てたんですよ、はい、もう衝撃だったな、カラーのウルトラマン ちなみに僕は小学校2年生とかの時なんですけど、はい、今度ついにですね5月13日そうですね、新ウルトラマンがつい、ロードショーにかかるので、うん、僕たちで見て、ウルトラマンについてあれやこれや懐かしい話を含めてしようと思います、はい、もう本当に楽しみ、ね、面白い映画であってくれつまらなかったらこの番組が本当に辛くなるんだよ ね、 ね、来週の冒頭でわかるかもしれませんね、うん、みんなで暗い顔してね、はい、ただやだよね、いやいやそうじゃないウルトラマン見たね、はい、期待しています、なっちゃうからね、はいはい、ということで、うん、それではまた来週おやすみなさい、はい、おやすみなさい、